皆さん、こんにちは。私は今ですね、京田辺市の井の丘というところの縁起式内社、ね、縁起式で載ってる一番古い神社ですね、杭岡神社、造岡と書いて杭岡神社のところに来ております。これがですね、その杭岡神社の絵図でございます。高木村、そこから大谷村、山本村、そしてここに井の岡山が、この井の岡山の頂の木津川寄りのところにですね、この杭岡神社があると言います。で、これがですね、この図面があるんですが、地元のですね、椿井正孝さんの人たちによってこの図面が書かれたんですが、これも一晩で書かれたっちゅうんです。ね、大阪大谷大学の間部という男がですね、この地図、椿井さんが書いて一晩でこの地図を書いた。この地図が一晩で書けますか？これ一晩で書いたんですって。金さえ与えたら何でも書くんですって。ちゃんとこう二の丘山あるし、山本村があってね、山本村の山本のあれも全部書いてるでしょ。そこから山崎神社、大鼓のあれとかね、大谷、石戸村、全部書いた。この図面が違うっていう、ね、まずね、この井の丘の杭岡神社に来ましたので、ちょっとお参りさせていただいて、それからいろんなお話をしたいと思います。ここがですね、これ上がっていただくとですね、この縁起式内社、日本で一番古いですね、古墳のあった場所でございます。縁起式内社がここにあるんでございます。そしてですね、はい、どんどん来てくださいね。はい、久しぶりにここへ寄せていただきました。ここのですね、カエル股がね、非常にいいんですが、もうこれで終わってたらすぐ行きます。向こうへ戻ります。ここの絵馬とかですね、いろんなものが、祭りに使うものがたくさん書いておりましてね。はい、向こう行きますよ。これ、ここがですね、ここがあれのあったところなんですよ。これから伸びますですね、歌がですね、書かれてるところがなくて、それとこのすぐ下にですね、戸塚古墳というのがございまして、この戸塚古墳からですね、立派な鏡ですね、3つ見つかっております。これは後ほど述べさせていただきたいと思います。ちょっと時間がないのでね、早く来ていただいてね。はい、実はここにですね、万葉集の歌が書かれているのでございます。で、ここにですね、碑文があって、右側に「春草を馬越ゆる」というね、有名な、柿本の人麻呂が作った歌がございましてね、それを読ませていただきたいと思います。見えますかね、今ね、もうちょっと上の方からなるべく春草を書いてるでしょ。これ読ませていただきます。「春草を馬食い山ゆ」越えくなり、狩りの使いは宿りすぐなりと書いてあるんですね。これ訳をしますとね、麓の山本駅の早馬が、はゆ馬が春の草を食べていると、馬がね、その先にある杭岡山、ここが杭岡山ですね、を通って、雁の使いが便りを持ってくるというが、私には何の旅の便りもなく、過ぎ去ってしまったという、歌われてるんですね。ただこれだけで今わからないんです。春草を馬が食うという杭山を、ここの杭山ですね、井の丘山を杭山って杭岡山っていう、杭山を越えてきた、雁の使いは一泊しすぎて行ったということでね。つまりこれね、柿本の人麻呂のこの歌のタイトルは、柿本人麻呂の作「泉の川辺にして作る歌」。この木津川はですね、木津川かつてね、この向こうにある木津川はね、泉川と言ったんですよ。小泉、私の泉、この小泉、この泉川のふもとにあった小泉の私の姓に、まあ、関係するんでございますね。柿本人麻呂の作「泉の川辺にして作る歌」と。あり、山城の続きにある古代山本駅の宿舎に来て、
つつきの三山、天のかぐ山である栗岡山、ここはね、大和三山、ここが大和なんですよ。日本と書いて大和を仰いで、柿の本の一丸が歌った柿の本の阿蘇一丸の歌集からの歌であると。この歌の中に現れる栗山、京都府都筑郡田辺町井岡山とは馬が食う山、栗岡山、食う山ということで栗岡という意味が出てきてるんですね。で、この山の春の若草を馬が食べるという意味の枕言葉で栗山を供していると。ここからしてたら見えませんので、もっとこっち来てください。もっと上の方から撮ってください。光って見えません。はい。またすぐ近くの泉川、木津川の麓にですね、山本という村があって、ここに山本の馬屋があったわけでございますね。この山本の馬屋というのは、水駅が伴って船で渡る、生駒信楽線の水駅もあったということでございます。そして井手の玉水の玉川、これは井手の向こう側に井手町がございまして、ここの玉川はですね、昔から玉川のハゼで万葉の歌人や宮廷人らにより万葉集が歌われたところとして知られておりましてですね、橘の漏れ、つまり京田辺にいた橘氏がですね、一般の人で1位になった橘氏が、そこに今日構えたところでございます。この歌については泉川の東側に井手町の玉川というのがございましてね、蚊がたくさんおるな、蚊に食われましたね。そこで万葉人が歌った歌がたくさんあるので、井手町の北方にある田川辺りから泉川を手前に栗岡山を見て歌ったと解釈されておりますが、それは春草を馬栗山、春草を馬が栗山、栗岡山のという場所にふさわしくないので、なぜか馬が出てくるということで今まで不明であったわけですが、ところが皆さんね、山本駅は平城京が最初の山陽道、山陰道の馬屋のあった場所というのは皆さん知らないんですよ。これは私が調べたんです、初めてね。これから私の歴史が始まったんです。一般に山城のつつきの中心、この辺写してください。山本ね、そこから井岡山ね、山本井岡山、それからここに栗岡山、この図面がございますね。で、それらが 見ながら読んでいただいたら分かるんですけども、春草を馬栗山という場所にふさわしくないと言われていたんですけども、一般に山城のつつきの中心は京田辺市の宮巻普賢寺付近の物部王朝がいた場所、神武トンネルへと続くつつきの宮にですね、物部氏の跡頭らがいた日本の幻の村、マホロバを表す場所であるということがこの歌によってわかるんです。ここ今これ井岡山のところにあるからね、この向こう側の木津川の向こうから歌った、井手町、あるいは多賀町から歌った歌というんですけど、これはまさに山本の馬栗山ですから、山本駅のことを歌っているんです。だから全然みんな分かってない、学者の先生方ね、全部ブーですわ、まあ、学者ってそんなもんですわ。まあそれがね、まあ、ここに書いてあると、これ重要な、まあ、歌のことでございましてね、もう一度読みますと、春草を馬栗山ゆ越えくなり、狩りの使いは宿りすぐなりということでですね、春の草を馬が食べていると、そしてそこに狩りがやってきて、狩りというのは旅人がですね、山本の馬屋に、やってきて、都を入りする前に山本の村屋で一泊して、そして都に上がるわけですね。その狩りに来るというのは、都へ来る人たちが太宰府あたりから、播磨あたりからこう馬でやってきてですね、そしてここの最後の、山本の馬屋で一泊して、そして身近く整えて都を入りするという、そういう意味のある非常に重要な山本の馬屋であり、また関所でもあったわけですね。都を守る、関所、重要な関所であったということが分かるんですね。で、旅へ行く人たちは鴨をみんな狩りに飛んでいくんだけど、私だけは、一人で今いると、寂しい限りであるということを、まあ、こう歌う歌であると、まあ、いうことが分かってきたのでございます。この歌はですね、万葉集を代表する歌人の柿本の人前を歌っているもので、第9に泉川辺の作る歌として有名であるところ、柿本の人前の作と言われている歌は
文字で示す泉川は通常の川ではなく大河の川を使っているところに特色がある。現在も一級河川として今の木津川のことであり、平城京の時にたくさんの木材を運んだことから木津という地名が付けられ、奈良時代より前の泉川として山城から河内や奈良、近江に行くのに大変便利な大河として物資の輸送や旅人の足として利用されていたのでございます。この万葉集に歌われると第9巻1708泉川辺の作る歌は、春草馬が食う、馬食い山を越えてくるらしい、カモの使いは頼りを届けずに宿を過ぎ去るという、春草を馬が食うという、馬食い山という、ここは食い山という、あの井の岡山とも言うんです、食い山という山に地名がなっているという。奈良時代和道後ね、諸国日本儀都庭駅の山本駅があり、ここが昔の灰馬を駅ごとに乗り継ぐ寛容の馬屋があったところだったと、そのことを見て知っている人が歌った大変貴重な万葉集なので、まあ、万葉集なの、ここに万葉集があったんです。山城に万葉集があるんです。飛鳥には万葉集はありません。万葉集の 1-1-1-2 は国見をしたということが、まあ、書いてあるんですが、それはたくさんの人たちが、九州にいる人たちも、あんな飛鳥に海原があって水鳥が飛んでる、カモメが飛んでるという歌が、そんなものは考えられないと皆さん言ってるんです。だから飛鳥は違うんです。飛鳥は今の奈良の飛鳥は違うんです。飛鳥はこの付近の山城のここにですね、あの飛鳥があったんです。山城があったんです。大和があったんです。日本と書いて大和、大和があったんです。ここに白鳳記の瓦が見つかってるんです。レンゲ瓦たくさん見つかってます。宮巻の佐賀神社の奥の院にですね、レンゲ門瓦が見つかってるんです。また木津町の駒寺というところにもレンゲ門瓦が見つかって、まず白鳳記の瓦がここで見つかった。白鳳記はここ山城のここだったんです。これは森光一先生が演技式内佐賀神社の奥の院である空海の建てた十一面千手観音像のあるですね、そこにレンゲ門瓦があったんです。でところがもうはるか古い時代のものなので名前がわからないんです。だから地域の名前、宮巻という地域の名前、宮巻の廃寺になった寺、宮巻の廃寺となったんです。でそこが奥の院なんです。佐賀神社のまさにこの演技式内佐賀神社の奥の院なんです。佐賀神社、佐賀天皇に通じる佐賀なんですよ。佐賀った酒の神様でもあったわけでございますね。まあそういうようなことですね。ここはですね、まさに大和でございます。でこの後ですね、ちょっと時間がないのでね、次のとこ行かなきゃならないんですけども、すぐそこの滝藪がある、この神社のすぐそこに滝藪があります。滝藪ね、滝藪があるんですよ。ここでいいです。滝藪のあるところにですね、石姫工場御丘というのはこれがあったんです。これはね、このここを祭祀してる、代々引き継いできた祭祀をする方がですね、この古文書を持っておられたんです。でこの古文書を ある古川さんという方が持っておられて、私にこう見せていただいたんです。でこれが読めないんです。馬宿の巫女により、霊夢、尊い、この地、建てまつる石姫の御霊地、なりと、千家天皇の皇女と、わかります？石姫皇女、馬宿の巫女に、馬宿の巫女とわかるでしょ？聖徳太子ですよ。霊夢により、尊い、この地に、建てまつる、これを建てまつるのは石姫の御霊地なり、石姫皇女、石姫皇女の霊地なりと。で千家天皇の皇女です。つまりそこにですね、石姫皇女の、古墳があったんです。ところが明治の頃でしたか、そこを茶畑にするために、全部廃止してしまったんですね、誰かがね。でその向こうの方にありますですね、この今後ほどまた紹介させていただきますが、神御霊の丘というのがある。神御霊の丘、神代の昔天照大御神、遊び楽しむ天の家具山、破裂し、高架一の岳なる、これを杭岡と称す。この岡山稲倉宇賀の御霊の恩職に、縁起、望むんで降臨したと。
縁起式つつき群供養会神社、ここで供養会神社が、供養会神社がこれ、縁起式の供養会神社がこれなりと、美達天皇神皇31代2年、坂部の村寺らその北岡の今の社殿を作り、こう社殿を作ってですね、環状、その後にですね、大昔降臨の地であって一つの丘を築き神御霊の森建て祭りと称すると、降臨より環状までのなんとかちょっと読みにくいんですけどね、これ、あると、この丘にあると、王人、皇人、後の人たちですね、俗に稲荷塚と称すこれなりということでですね、神御霊の丘がある。この神御霊の丘というのはですね、ものすごくこう古いんです。後ほどまたこの神御霊の丘、ちょっと離れて、50メートルほど離れたところにあるので行きますけどもね、これがね、こっちの地図で行きますとね、ここにこれがあるでしょ、これがね、これ今言ってたのが、どこでしたかな、ここですね、ここ、こう向きにね、こう向きに見ていただいて、こう向きになってるんですよ。で、ここが今、供養会神社ですね、こう供養会神社がありましてね、で、神御霊の、神御霊の丘、こう向きですかね、こう向きですね、ここに供養会神社があって、ここで、神御霊の丘がここにありますね、で、ここが石姫皇女の、古墳と書いてるんですよ、地図に。ここ、木津川です。木津川があってですね。神御霊の丘書いてるんですけど、これ見えますかね、神御霊の丘ね。そして、石姫皇女の塚があると。ここが、伊能岡山。今、ここに立ってるのは伊能岡山でございます。その他にもですね、坂部の村寺の墳があったりですね、これなんですかね、これも今、畑になってましてね、ちょっと丘があるんですけど、もう今はもうほとんどわからない状態で、ここが一帯が伊能岡山、供養岡山というんですね、馬食い山の先ほどの供養岡山にあったところでございます。もう15分経ちましたかね、これでな、ここでちょっと一つ締めさせていただいて次へ参りたいと思いますが、さよなら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 、ありがとうございます。